思考七国籍とは、旗の初代皇帝、始皇帝が、権力孤児のために、国内六箇所に建てた、真及び始皇帝の徳を称える七期の謙章碑の総称。始皇帝の側近であった、李氏の筆と言われるが定かではない。真の公式書体である、天書体で刻まれ、天書体の数少ない書籍として知られる。四季、旗はじめ広本儀にも詳細に記録されている。 被軍であるが、残存しているものは、極めて少なく二期しか残されていない。大山国籍、四季、畑はじめ広本義によれば、始皇帝は、紀元前二百二十一年の建国の翌年から十年間の、うち四回にわたって、国内巡行を行い、この際に七国籍を検討したという。この時巡行し、検討したのは主に東方、南方の地域であった。 この地域は旗にとっては征服地であり、そこに重点的に検秘したのは、非征服民に真の絶対的権力を見せつける目的があったと考えられている。後二世皇帝も同様に巡行を行い、父の国籍に自分の検証文を付け加えている。七国籍の名の通りのなき存在したが、関大から北総大以降にかけて次々と失われ、 現在は、大山国籍と老屋大国籍のみが残されている。拓本も模刻された石からのものばかりで、原石からのものはこの二つの国籍のもののみが伝わっている状態である。紀元前219年の巡行の際、数軒の山に建てたもの。七国籍の最初のもので、その知名度はかなり高く、そのために、交換や皇帝などもたびたびこの石踏みの拓を、 求めるようになった。その結果、地元の管理や農民が、採択にたびたび借り出されて国主されることとなり、耐えかねた村人が徒党を組んで石踏みを燃やしてしまう、事態に見舞われる。原石は、この際に失われ、その後見かねた、県令の手によって模範され再建されたものの拓本が、現在伝わるのみである。紀元前219年の巡行の際、霊山として、 中国歴代王朝の皇帝に数計された大山に建てたもの。現存する国籍の一つであるが、極めて保存状態が悪く、記録によれば、北総大の時点ですでに始皇帝のことについて書かれた部分は剥げ落ち、二世皇帝の部分のみが残っている状態であったという。この当時はそれでも、反読可能な文字が四十六字あり、反読不可のものも含めれば、 計222文字が確認できたが、その後真滅が著しく進み、民末には29時まで減少。さらに寝台に入った、建立5年、火災にあって、行方不明となり、後に発見された時にはわずかに10時を残すのみとなってしまった。現在、原石は、大山の麓にある、大安博物館において、厳重に保存されている。拓本としては十字本。 二十九字本、五十三字本、百六十五字本の四つが伝わっている。紀元前二百十九年の巡航の際、牢屋に建てたもの。この時、始皇帝は牢屋台と呼ばれる人工の丘を作り、その下に建てたという。現存する国籍の一つであるが、これも保存状態が悪く、北総台の時点で二世皇帝の部分のみが残っている状態であったという。 神代に、県令が原石を保護、病を立てて保存していたが、高所26年に、猛烈な雷雨のために海中に没し,し行方不明となった。後民国10年から11年頃に、再び発見。現在は、中国歴史博物館に保存されている。行の上下に線を切って文字が刻まれており、13行86字が、残っているが、真滅で石に。 ひびが入って文字が涙を流したようになっている。拓本は原石から取ったものと、模刻したものから取ったものがある。紀元前218年の巡行の際、死父のもとに、府に建てたもの。原石は、北総大すでに14字を残すのみであったといい、その後失われ減存しない。拓本もほとんど存在せず実体は不明である。 紀元前218年の巡行の際、死府に建てたもの。単に、東韓国籍とも、死府国籍と同時に建てられたものである。原石はかなり早くに失われ、拓本など記録類もなくその実態は不明である。紀元前215年の巡行の際、欠石に建てたもの。原石は、関西に海に没して失われたとも言われ、現存しない。 拓本がいくつか存在するが偽作とされている。紀元前210年の巡行の際、会計に立てたもの。七国籍の最後の国籍である。原石は、記録によれば当代までは現存した模様であるが、その後失われ、残されていない。拓本は、模刻されたものから取られたもののみが残る。上述の通り、思考七国籍自体はかなり古くから知られていた。 東大には天書による書道を再考させた書家である。利用票が直に国籍から天書を学んだことが伝えられているほか、北総大の書籍集にも収録されている。しかし、本格的な研究は、新大の交渉学発生後のこととなる。同国籍は、天書の数少ない同時代資料であり、また天書制定に関わった理師が直筆で正式な。 書体によって書いていると見られるなど、第一級資料であることから貴重視され、多くの研究が行われている。しかし上述した通り、すでに新代の時点で残されているのが、大山国籍と老野大国籍だけであった上、前者は、字数が非常に少なく、後者は、保存状態が劣悪であるために、書としては、単独研究が難しく、権量名など、 他の同時代資料や五寛大の転書を中心とした辞書、説問開示などを参考にしながら、研究を行うしかないのが現状である。なお、大山国籍の拓本は常実の通り四種が、伝わるが、五十三字本、百六十五字本については、模刻した国籍から取ったものとする説があり、結論を見ていない。ありがとうございます。